見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。武士は刀を預け、商人の権威も通用しない。桃源郷では、常に三味線の音が響き、絢爛豪華な美女たちが微笑みかけている。そこでは、肉体的感動のみならず、今に通ずる日本文化もまた咲き乱れていた。肌麗しく暖かく、江戸城都城風景図屏風、国立歴史民俗博物館所蔵、1847年。江戸時代の遊郭は、現代にも影響を与える文化の基盤でした。遊女は高い教養を持ち、歌や三味線、生け花をたしなみ、年中行事も行い、豊穣な日本文化を継承してきた。大正、昭和のイメージから、単なる娼婦の集まる場所と考えるのは、誤解です。法政大学前総長で、10月0日に、遊郭と日本人、講談社現代新書を刊行する田中優子氏がそう語るように、江戸期の遊郭はいわゆる風俗街とは異なり、多様な文化の発信地、継承地となった。遊郭の世界に分け入ることは、日本人が培ってきた文化を学ぶことである。最新研究の知見も交えつつ見ていこう。風俗は世界最古の職業とも言われるが、日本でも古くは万葉集に遊女が登場する。各地に点在していた遊女たちを集めて遊郭を作り、それを公認するという考え方が生まれたのは、江戸時代のことである。江戸幕府が開かれて30年ほど経つと、鎖国や参勤交代などの独特の支配体制が整えられますが、遊郭の文化と様式もその頃に作られました。幕府公認の遊郭は、大阪の新町、駿河の府中、秋の宮島など全国に5カ所以上もあったんで、田中氏、数ある遊郭の中でも最大の規模を誇ったのが、新吉原遊郭だった。日本橋から移転して置かれた区画、東京都台東区には現在、風俗店が百数十軒ほど並んでいるが、その5番目上の区画割は当時からほとんど変わっていない。畑の中に人工的に作られた、70m×360m の小さな町でした。吉原大門1箇所からしか入れず、遊女たちを抱える遊女や、客が予約や食事をする茶屋などが立ち並んでいました。客は茶屋で着替えや宴会をした後、遊女屋の階に案内されて、遊女と床を共にしたんです。田中氏、遊女屋、二郎、には最上級の大店から中店、小店という格の違いがあり、一軒の大店は60から70人ほどの遊女とハゲ、道女を抱えた。吉原で働けるのは最長10年、7歳までという原則があった。遊女は1700年前後には000人ほどだったが、文化、文政年間、1804から30には5000人ほどに増えたという。遊女は昼1時頃までに身支度を整えて待機する。そこから客を迎え始め、16時に一度休憩を取ると、日没後から再び客を取る。客と一晩を共にした場合は、夜明け前に見送った後に二度寝するという一日を送る。遊女が売れっ子になる要素はまずもって、底上手であることだった。例えば、三原西鶴の宝飾一大男、168年に登場するの秋という遊女。肌が麗しく暖かく、髪が乱れるほど夢中になり、腰が畳を離れて浮き、それがわざとらしくなかった。声を上げながら男が達しようとするところを9度も押さえつけ、どんなに精力強靭な男でも乱れに乱れてしまう。そして別れる時には優しい声で、さらばや、という。これが、底上手の意味でした。田中氏、また、大阪、新町遊郭を舞台にした、四季堂初分け難波賞、1680年には、尻を締めて、我が身を左右へゆる回し刺します。尻を締むれば、欲門締まるゆえにより、と、肛門を締めて膣口を操る秘技を持つ遊女もいたという。